夕日に赤い穂片岡義雄1カーペットの敷き詰めてある長い廊下を彼は歩いてきた廊下の両側に部屋のドアが規則的に並び天井から BGM がかすかに聞こえていたホテルの廊下を歩いていて聞こえてくる BGM はどこでも皆同じだ必要にして十分な背丈が 彼にはあった。頑丈なハーネスブーツに、濃紺のコーデュロイジーンズを履き、同じ生地で作った丈の短いウエスタンジャケットを、彼は着ていた。ジャケットの裏全体に、人工ウールの白いボアがついていて、その白いボアは、襟の表にも広がっていた。ごく普通の作りの体だが、肩幅の広さは少し目立った。 腰の座りと回転の良さが、ただまっすぐ歩いている今でも、はっきり分かった。肩幅の広さと相まって、がっしりとしたしかも静観な印象が、彼の全体に漂っていた。どちらかといえば、動眼だから、その分若く見えた。三十歳を超えてはいない、と見る人もきっと多いだろう。右手に、彼は、 花束を持っていた。冬の今、町の花屋で手に入る花を、彩りよく、適当に束ねたものだ。花束全体に、透明なセロハンのカバーが欠けてあった。部屋の番号を見ながら歩いてきて、548号の前で、彼は立ち止まった。廊下の真ん中に立ってドアを眺め、花束を左手に持ち替えた。 セロハンのカバーがカサカサと小さく音を立てた。ドアに歩み寄った彼はチャイムの押しボタンを右手の親指で押した。部屋の中で人がドアに歩み寄ってくる気配があった。はい。と女性の声がドアの向こうからこもって聞こえた。はい。と女性の声は繰り返した。倉田です。 彼が名乗った。ドアチェーンを外す音がし、ドアが内側に開いた。ドアノブに右手をかけて立っている女性を、倉田は見た。四年ぶりに会う、かつての恋人、吉野美雪だ。自分の顔に戻ってきた倉田の視線を受け止め、美雪は微笑を深めた。複雑な陰影をたたいた微笑だった。美雪。 倉田が言った。お久しぶり。低く押さえた声で、みゆきが答えた。ドアノブから手を離し、一歩後ろに下がった。お入りになって、倉田は部屋に入った。ドアを後ろ手に閉じ、みゆき。と、もう一度、言った。来てくれたのね。来た。この通りだ。倉田は、 両腕を広げた。お元気そう。君は元気よ。変わっていないな。昔のままだ。あなたも、昔よりたくましくなったみたい。昔、と言えるほど昔でもないぜ。四年ぶり。わずか四年だ。やっぱり、長いわよ。二つ並んでいるベッドの足元の方へ、みゆきは歩いた。 倉田もバスルームとクロゼットの前を抜け彼女に歩み寄った。花を持ってきた。と彼は言いセロハンのカバーを取った。長い指が器用に動いた。外したセロハンを大きな片手で丸め化粧テーブルの下の丸いゴミ箱に捨てた。ほら彼女の顔の前に花束を差し出した。きれい。 ありがとう。みゆきが言った。倉田は大股に一歩前に出た。花が二人の体の間に挟まれた。右腕をみゆきの肩に回した。静かに力を込め引き寄せた。二人の胸から顎にかけて花が埋めた。目を閉じたみゆきに倉田はその花越しに頬を寄せた。 唇を重ね、静かに押し付けた。かすかに、みゆきの唇が、倉田に応えた。みゆきは、大きく目を開いた。倉田の目をのぞき込み、花がつぶれる。かわいそう。と、小さな声で言った。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録、お願いします。